ボードアン一世は、第五代ベルギー国王。ボードアンの表記も見受けられる。実名は、ボードアン・アルベール・シャルル・レオポール・アクセル・マリー・ギュスターブ。オランダ語では、ボード・ウィン・アルベルト・カレル・レオポルトアクセル・マリー・ギュスターフ日は、スペインのモラ伯爵、ゴンサロ・デ・モラの娘・ファビオラ。姉に前、ルクセンブルク大公ジャンの日ジョゼフィーヌ・シャルロットがいる。1930年、国王で、 ブラバント公爵レオポルド三世と王妃でスウェーデン国王スカル二世の三男、ベステルイエートランドコーカールの三女はストリッドとの間に長男として生まれる。第二次世界大戦中、レオポルド三世はナチスの捕虜となっており、戦後の1950年に実施された復帰の是非を問う国民投票の結果、賛成多数を得て帰国したものの、 反国王派の抗議は収まらなかった。そのためボーダンは1950年8月11日から、翌1951年7月16日まで、首相として国政を担った。そして、不王の退位に伴い1951年7月17日、第五代ベルギー国王に即位した。1960年6月30日、ベルギーの植民地であった。 今後共和国の独立と植民地支配の終わりが宣言された。レオポルドビルで挙行された独立式典において、ボードゥアンが行った挨拶は、私、領地として、今後自由国を創設して、非人道的な、暴虐な統治を行い非難された彼の祖父の叔父に、当たるレオポルド2世を、天才と呼び、今後の独立をベルギーによる文明化の集大成と表現した上、 請求な変更は将来を危うくすると忠告までした挑発的なものであった。1990年に妊娠中絶法案の議会を通過した際、議会はボードアン一世に法案への署名を求めたが、ボードアン一世は敬虔なカトリック教徒であり、また王妃ハビオラとの間に子供が授からなかったことから法案への署名を拒否していた。 しかし署名を拒否すれば立憲君主制の原則を揺るがすことになるため、内閣はボードアンと協議を行った。その結果、ボードアンを一時的に統治不能状態とし、その間に内閣が代理で法案に署名することとした。ボードアン一世は1990年4月3日から法案成立後の4月5日まで統治不能状態に置かれていた。 1993年7月31日、スペイン南部に滞在中、心不全により放御。なお、この日は、同国のスパ・フランコルシャンで行われていた、スパ・フランコルシャン24時間レースの開催中であった。ため、レースは15時間経過した時点で赤旗中止となった。弟のリエージ公爵アルベールが王位を継承した。1995年に、 エゼル競技場を全面改装した際に、ボードアン一世を記念して、ボードアン国王競技場へと改名された。ボードワンアイ。エンサイクロペディア・ブリタニカ。2020年7月17日。閲覧。マード。ロンドン。ガーディアン・アンリミテッド。2014年9月6日。閲覧。レオ・キシレク。パトリスル・ムーンバ。アフリカ。 エズロストリーダー、P9624HSPA-FRANCORCHAMPSTOURINGCARRACING.net ありがとうございます。